6月の18日、今日は金曜日ですね。はい、佐野市市民体育館、ここやってきました。この間ね、日曜日かな、あれ、昨日、おとといですか、通ったんですけどね、雨でね、全然もう車から降りられなかったんでね、今日は久しぶりにですね、ここは、なんかいろいろね、トレーニングジムなんてね、あそこは中に書いてありますけどね、この中もね、こんな感じですね。もう再度2回目の動画なんです。ここもね、中はちょっと入れないかな、わかりませんけど、なんかね、いろいろ言ってるみたいですね。運動着とかね。風はね、ちょっと涼しいですね。26度ぐらいでもね、気温がありましたけども、3日ね、雷と雨が続いたんでね、今日は大丈夫でしょう。あそこにちょっとね、水があった、流れてるところに、ね、ちょっと行ってみたいと思いますね。なんかね、年配の人がね、2、3人体育館の方から出てきたんで、何かやってたんかななんてね、思ってますけどね。ああ、こんな風になってるんだね、ここちょっと。木の下がね、涼しいですね。これはケヤキの木かな。こいつはね、これ。こんな風になってて。どんな感じだかね。ちょっと、ここ。向こうへ。よいしょ。流れてますね。ジャブジャブいってやって。こんな感じですね。どのくらい詰めてんかな、これは。まあまあですね、まあまあ。この前の林道行った時よりはあったかいですね。眺めはちょっとね、こんな感じですね。ぐーっと、見渡して、360度。こんな感じ。駐車場はね、あの辺は全然駐車場もね、ないですね。私が降りたとこは何台かね、ありましたけども。向こう、これはね、今、カメラ向いてる方がね、南、館林の方ですね。で、こちら、この辺が大体、佐野の市内、それで、私が来たのはこっちから来たんですけどね。田沼の方ですね、田沼。ここは田沼町、元は田沼町に、位置するところなんですけどね。結構広いね、運動場、野球場とかいろんなのがね、ありますね。テニスコート、それから。いろんなのね、ありますけどね。こんな感じですよ。でもね、やっぱり、この水がこれだけ流れてるとね、涼しいですね、やっぱりね。こんな風でございまして。もう少しね、どっちから行こうかな。戻ってみましょうか、車の方にね。営業中、ジムなんてね、書いてありますけど、誰もやってないみたいですね、なんかね。中を覗いてみましょう、ちょっとこの外からね。トレーニングジム。でも、勉強すぎてるから、いるんかな？あれ、走るやつかな？ちょっとわかんないけどね。今なんか、いないみたいですね。やってる方はいないみたいですね。でも、換気で窓が開いてますけどね。お昼だからお休みか。休み時間かもわかんないですね。向こうの上の方の建物が体育館になってるのかななんて言ってますけどね。
はい、事務所の方は穴開いているみたいですね。はい、そんな感じですね。はい、なんか乗ったのも車が来ましたけど、卓球場もあるんだね、この中にね。はい、なんか今車が来て止まってますけども、これはふるさと佐野百選運動公園。ここは昭和47年事業開始だ。あ、47年では随分前なんだね。土地の葉国体55年バレーボール会場。こんな風に書いてますね、こういう。そんなんで、広い施設になってますね。タオルが干してあって、あそこは何なんだろうね。あそこちょっと見てみましょうか。ここは外側からだけど、何なんでしょうね。これはちょっとわかんねえね。裏側もあるんだけどね。ですね。また二人なんか歩いてきて、体育館の方へ歩いていくかななんてね、大空へなんてね、国際へ、ゾープなんか、なんか書いてますね。南部、名前かな、あれは南部ハローさんってんかな。はい、そうなんでね。ああ、藤棚があって、向こうも、あ、行けねえから、車は行けねえから、これね、歩きたら行けるんかななんてね、思ってますけど、裏の方へちょっと、車両だ、緊急車両出入り口、それで、歩きたら問題ないかななんてね、思ってますけどね、はい、ああ、向こうの方車も止まってますけどね、1台でトラックがね、ちょうど昼時だから休憩かななんて。あ、やっぱり木下涼しいですね。はい、そんなんで、この藤の木があったりしてね、やっぱり土日とかそういう時はね、あれはなんだ、あ、弓だね。弓のあれを2本持ってましたね。なんかね、向こうあるって言ってますね。すごい大きいんだね。こっち初めて来たけど、こっち大きいね。向こうもテニスコートかなんかあって、何面もあるみたいですね。ここは。ここはどうなってんかな。これなんか書いてあるみたいですね。結ぶなんてね。国際プロだな、なんだこれ、ノロプチミスト、足都市なんて書いてある、足利か、足利ですね。はい、南部原さんとかって柵なんてね、書いてありますけどね。もうこれ、こっち側から見えるんでしょ、もちろんね。はい、それなんで、向こうが野球場みたいですね、向こう側がね。それで、ここはテニスコートがあるんだけどね、今日はやってないですね。はい、こんな感じですね。それでこっち上がっていくと、どうなってるのかな。ちょっと上がってみたいと思いますね。はい、ああ、ずいぶん広くなってんだ。ほら、ここは1面、2面、3面、4面、5面、6面、7面ありますね。テニスコートがこっちはね、7面。で、こっち側が、これが、1、2、3、4、6面か。6面ありますね。すごい広いね。
で、その向こうも何かあるみたいですね。でね、向こうはサッカー場かなんかもあったみたいですけどね、ちょっと離れてね。もったいない。なんかね、大会はここで夜間照明までねついてますね。はい、こんな感じですね。しかし立派な佐野市の運動公園も、ここはね、私のとこから12、3分で来れるとこなんですけどね。はい、そんな感じですけど、湧いててね、はい、そんな感じですね。こっちはなんか売店かなんかあるのかって思ってますけどね。はい、ちょうどお昼で、でも車、さっきの車こっちに、ね、止めましたね、やっぱりね。そんな感じでですね、午後はね、これから羽生温泉ですね。はい、そんな感じでございまして、とりあえずですね、これでですね、終わりになりますね。どこで締めようかな。ここでいいかな。はい、今日はここでね、締めたいと思いますね。はい、今日はこれで終わりになります。はい、ありがとうございます。